会、怪しく輝く日本アレコード大賞。さあ時刻は12時23分になろうとしております。ごめんなさい、九条なんで12時って言ったの。全員大掃除の手止まってる。何がってなったよ。9時23分にそんなこと言ってる間になりました。なろうとしてたやつがなりました、ね、全員が何言ってんのってなったの。申し訳ございませんね。9時23分も中盤でございます。アレコードのコーナー、今週は特別企画です。年内最後のアレコード第3回アレコード大賞を発表いたします。はい。コメンテーターはアレコードコレクターを代表いただきまして、スタディストの岸野雄一さんです。よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。お願いします。なんかコロナ禍のアレコード事情で、うん、チンバンテー娯楽師匠が言ってたのは、はい、各地でやる DJ イベントが軒並み中止だから、うん、もうなくなっちゃって、で地方行ってないんで、うん、地方のレコード屋さんをなかなか漁れなくて、うん、チンバンテーはちょっと新しいの見つけづらかったっておっしゃってたんですが、ああ岸野さんどんな感じで今年は。いや今年はね、実は皆さん家にいることが多くて、はい、大掃除をしたらしいんですよ、はい、普段ね、はい、でその代わりにだから倉庫からいろんなものが出てきた、うん、なるほど。で、はい、それをリサイクル屋さんに流した、はい、ってことで近所のリサイクル屋さんで結構いいものが、うわー、うん、だからもしコロナの影響ってちょっと変わったところにも、で確かにゴミ問題が起こるぐらい大掃除になりましたよね。そうなんですよ。あそこで出たものがちょっと回り始めたり、うん、そう、今まで出てこなかったものがね出てきましたね。いやー、引きこもごもではありますが、今年1年の締めくくりアレコードの総決算です。リスナーの皆さんからの投票によって今年オンエアした145曲のアレコードの中からアレコード中のアレコードを決定いたします。はい、さあ今年は結構一覧表を置いたこともあってまんべんなく票が散ったっていう感じなんですが、まあ、ベスト5形式でリスナー投票が、まあ、多ければ一番多いやつが大賞という形ですね。はい、さあそれではまず第5位です。リスナー投票43ポイント獲得です。高見山大五郎で巡業列車。まあ、高見山の歌は結構アレコード界で言うといっぱい出てはいますもんね。そうですね、レコード出しと一緒ですから ね、うん、でもこれねアルバムの曲なんですよね、これね、はい、うん、そうなんですよ、アルバムの曲ほとんど全てがインパクトあるんですが、中でも選ばれたのがこの巡業列車なんですが、投票してくださったリスナーの皆さんコメントくださいました。はい、台東区50歳男性、ラジオネームマイルドフラワーさん、ありがとうございます。高見山のあの声でジュジュポポジュジュポポと歌ってんのが可愛くて可愛いんだよね。まあ娯楽師匠が推薦してくださったんですけれども、アルバムを通して高見山関の声がよく聞き取れないっていう絶対的にね、そうですね、僕ね聞いてくださるとわかるんですけれどもNG ってないのかなっていう。でも取り直しとかは ね、まあ、うん、ね、これで行きましょうっていうことね。OK、ね、うん、ですっていうことなんだろうな、うん、それでは聞いてもらいましょう。アルバムスーパージェシーより高見山大五郎巡業列車。
急げ母巡業列車。土曜が終われば姉妹の見物、お酒はうまいし姉ちゃん綺麗、誰にもない人のことだけど、あの街のあの人に今度もまた会えるだろうか、どこかで二人きり星続きで終わった場所は、お酒もうまいし最高さ。ガタゴト急げ母、ガタゴト急げ母、巡業列車。癖になりますね。これね、何度も聞いちゃいますね、これはね。うん、今のテクノロジーだと、うん、音程調整してそれなりになっちゃうんですかね。そう、直しちゃうんですね、これね、音程をね、全部。直したら俺つまんないと思うんだよね。そうそうそう。うん、ただの、スペシャルサンクス高見山だもんね。このインパクトがおそらくこれは高見山のレコードなんだっていう感じですからね。うん、相当いいですね。ペンネームジェシーラブさんはですね、スロージョギングのお供に使ってるらしいです。はい、ヘアチェックしたものを。ね、ジュジュポポ、ジュジュポポは相当いいスピードなんでしょうね。走るね。さあ、続いていきます。2020年アレコード大賞第4位です。リスナー投票77ポイントです。これはさすがの岸野さんも持ってないです。持ってないですよ、これ。持ってるわけ、誰も持ってないですから。浜口蔵之介、アンズで、アンズちゃん。持ってるわけないんですよ。はい。渚真由美さんが保管してた、自宅で録音したプライベートテープですからね。そうだね。うん、貴重な。浜倉さんが60歳で、アンズちゃん、お嬢ちゃんが3歳の時のカセットテープ録音なんですが、やっぱアレコードが人の心を打つっていう、うん、千葉県柏市60歳、ラジオネーム柏の K さん、そして、千葉県松戸市50歳、ラジオネーム、熊子さん、他の皆さんが、ちょっと泣けちゃうんだって。ほんとね、これはね。ね、うん、親子の、なんていうのかな、会話を音楽でやってるって感じですもんね。これがなんか、浜倉さん流の、もしくはこれを見守る渚真由美さんも含めて、なんかその教育っていうか、家族愛っていうか全部入ってる感じで、ね、そうですね。貴重です。ほぼほぼオンエアされることはないです。浜口蔵之介、アンズで、アンズちゃん。アンズは、いつもまだ早いよ。もういい子だけど、なんだい？時々、とても悪い子に、アンズ、なんだい？どうして早く寝ないの？なんだよ。寝ろ、これ。明日幼稚園だろ？ほら、早く寝なさい。やだ、ママ怖い。アンズはいつもはとてもいい子だけど、早く寝ないで、ママの言うこと聞かなくなる。ご飯を食べても食べなさいと言われても、なかなか食べないで、ママに
て決める。だけどまずはとても可愛くて大概いい子で、パパはあんずら大好き。ちょっと映ったよ。もいやー、うん、なんか多分渚真由美さんがお仕事で忙しい浜倉さんが帰ってくるとアンズが寝ろっつっても寝ないのよって言ったのをそのままなんだろう説教するんじゃなくて歌うっていう、うん、ねえ、もう年末に聞くのにぴったりですねこれね。ただ第3位打って変わってになりますけど。はい、さあ、いきます。第3位でございます。はい、2020年アレコード大賞第3位。リスナー投票236ポイント獲得です。マリケイコボーカルショップ杉並児童合唱団で、さよならロボットバーヤン。打って変わりすぎる。リスナーでこの曲を聴いた感想として、うん、子供がすごく喜んでるっていう人と子供がすごい怖がってるっていう人、うん、両極端なので、うん、これお子さんに聞かせるかどうかは自己責任でお願いしたいんですけども、うん、いやーこれもまあこれもこう大きな企画本のそのアルバム LP の中に、うん、入ってるんですけど、はい、ちょっと名曲揃いなんですね。これは、ね、21世紀の子供の歌っていう、はい、ピクチャー版でね、すごく綺麗なレコードなんですよね。はい、うん、これね、CD にもなっているので、はい、はい、ぜひ聴いていただきたいと思います。他の曲も素晴らしいです。頑張ると手に入るという CD 音源が手に入るもんだということで、うん、北海道のラジオネーム、はるりんりんさん、今年一番衝撃を受けましたっていうね、そして千葉県阿鼻子市の42歳、女性ラジオネーム岩やんさん、夫も気に入っていてたまに二人で歌っていますいいですね、これは二人で歌うね、はい、うん、もうこれおばあさんなのかおじいさんなのか問題と僕は呼んでますけれども、ね、お子さんに聞かせるかどうか判断するなら今ですよ。隣にお子さんがいる人は気をつけてくださいね。はい、マリケイコボーカルショップ杉並児童合唱団で、さよならロボットバーヤ。たまには真っ黒黒焦げのビスケットくれたりしたけどね、夕方の5時にはきっちりと。はい、お風呂の時間です。たまには石鹸目に入れたりね、あんまりこすってヒリ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 しちゃった。夜の8時が鳴り出すと、はい、おやすみの時間です。連れて行ってくれたお話のボタンを僕は
途中で僕は眠っちゃった。だけどだけどロボットバーや今日は最後の夜だから、それから僕はコーヒーさ、きっとおしまいまで聞いてあげるよ。曲の途中ですけれども地震がありました。9時35分頃ですね。まあ、再び、企画の方を続けさせてもらっていいですか。はい、それではですね、ロボットバーや名残惜しいですが、続いて2020年アレコード大賞第2位です。あ、これまたね、うん、お子さんに聞かせるかどうかは判断していただきたいと思います。リスナー投票369ポイント獲得、武田恵子、松下武史で、働いて手に入れたものを、これは一応部門賞ですでにですね、はい、最優秀 R 指定児童音楽賞そんな賞もあるんですね。これが、設けられまして、なんかね、チンバンテ娯楽賞はこういう子供ものの変わったものを見つけるのがうまいというか、うん、そうですね、うん、このジャケでもね、まあジャケもね、鳥が1羽書いてあるだけなんですこれよく買うねって思うね、うん、子供が書いた感じのね、古、うん、はい、はい、うん、るい、これ作曲は林ひかるさんという現代音楽の作曲家ですよ。はいはいはい、はい、うん、で映画音楽なんかもたくさんやって、裸の島とかね、北斎漫画なんかの映画音楽もやってます。へー、うん、僕は いろいろ不祥事を起こしたタレントにこれをよく覚えておいてほしいと思うし子供よりもね、僕ビットコインで稼いでる人に聞いてもらいたい投資失敗とかね、大失敗、そうそうそう、危険な投資大失敗とかねさあ新宿ラジオネームふわふわやわやわさんね、子供向けとは思えない現実的な歌詞が印象的ですね。ラジオネーム青何しおさん、この曲を聴いた後つけたことがなかった家計簿を始めましたお金について考えるようになったんですね。武田恵子、松下武史で、まあ、準大賞ということですね。2位です。働いて手に入れたものを、手に入れたものをうっかりなくすのはうっかりでは済まされない。ただで手に入れたんじゃない、君の大事な人生を切り取ってくれてやり、代わりに受け取った金で買ったものだろう。働いて手に入れたものをうっかりなくすのはでは済まされない。レシートを調べろ、値段が間違ってないか、買わないものがついてないか。紙袋を調べろ、破けてはいないか、穴が開いてないか。感情を払うのは君だ、働いて手に入れたものを。素晴らしい。いや、うなっちゃいますね、しばらくね。刺さりますね。刺さります。さあ、それではいよいよこの瞬間がやってまいりました。2020年にオンエアしたアレコード中のアレコード。はい。アレコード大賞の発表です。2020年、怪しく輝く日本アレコード大賞は、ビクター少年民謡会、岡部幸恵、広瀬一生、ビクターワンワンコーラスで、吹雪のサンタクロース。いやー、これはもう、うなった、千代さんがうなったと。いや、ほんとね、僕、SPレコードはチェックしてないんでね、うん、こんなものが出てくるとはびっくりしましたね。いやー、堀徹さんが SP 系のコレクター、うん、まあ、もしくはそのを集めて調べてる人なんで、うん、まあ、ひょんなことから手に入れたということだったんですが、はい、今年はもう街のクリスマスはこの曲一色でしたね。本当にね、はい、でしたっけ、もう渋谷の駅前もね、こればっかり流れてました。こればっかでしたよ、僕、うん、竹内まりやを一回も聞かなかったです聞いたのはもうこの吹雪のサンタクロースのみでした、うん、とにかく皆さんから衝撃的だと、もう私のクリスマスソングの定番だと、
クリスマス浮かれてる場合じゃないということを思い知らされた。うん、シングルベルなのでこの曲を聴くと笑ってしまうと。ね。みんな浮かれがあって、こういうもんだぞ、クリスマスは。神曲である。いろんな表現いただいておりますが、聴いていただきましょう。大賞受賞曲です。少なくとも1年かからないとは思いますからね。今更かけてるところもないでしょう。クリスマスソングですから。吹雪のサンタクロース。時間になりますけれども、ね、まあ、総括と言いますか感想をお願いいたします。いや、これね、もう大黒様とか恵比寿様ですよ、このサンタはね。そうですね、漢字で書くとこの他を称えるっつってサンタっていうね、うん、もう日本式のサンタですね。そう、うん、なるほど、称える、そして他人を、うん、ということですね、うんうん、ということで岸野さん、今年もお世話になりまして、うん、いや本当にありがとうございました。また来年もアレな曲よろしくお願いします。時間が掘っていきたいと思いますね。ありがとうございました、はい。